潮止まり、潮止まりに来て、どんぐらいかわかんないから、でかい、バラさないように弱らして、よっしゃ入った、よっしゃでかいよっしゃー、うわっほっほっほっ、来ましたよ、でけえ、いや、潮止まりランカー来ました、バルナーでっかいですよね、え、これ作ったね、ベイトロッド、でかくない、いや、まだ狙えるかもしんないからね、頑張ってます。こいつはね、とりあえず逃がしてあげて、いや、はい、でね、タックルはこんな感じ、自分でね作ったねベイトロッドですね、これに OSP のですね、これはバルナかな、流れのヨレに投げてダウンドリフトで、まあ、テロテロ巻きだったかな、ジャック入れたかな、後で動画確認してますけども、いやー、この竿をね、いや作ってよかったね、え、結構不安な中の83のね、引きをいなすことができたんでバッチリでございます。じゃあ引き続き頑張ります、イエイ、はい、というわけで帰ってきました。シーバスで久しぶりに大きめのやつが釣れたんで動画にまとめてみたんですけども、嬉しいのはですね、これ自分でね、これ作った竿ね、えちょっと寒い時期にね、なんだろう、暇な時間を使ってですね、こうブランクスを買ってきて、それでもってね、組んでみた竿なんですけども、これがなんとなんとのね大活躍っていうことで、で、リールはねこんな感じで、初代のこれねアルデバランですね、ブラックバスでずっと使っていたんですけども、まあ、だいぶ新しいね、リールもね増えてきたので、それでこれ、まあ、ちょっと海で使ってもいいかなっていうことでね、使ってるんですけども、まだまだね、現役で、具合よく使えております。ここのねちょっとなんだろう、パーツが外れていたり、これ聞いてください、もうね潮が噛んじゃってね、だいぶちょっと、聞き慣れない音が鳴り出したりっていうのはあるんですけども、まだまだね、投げ心地はバッチリでね、使えております。でね、ルアーの方がねちょっとね今なくなってしまったんですけども、 OSP のバルナね、ルドラではなくて1個小さいサイズのねバルナ、これを流れのヨレにね打ち込んだところ、ガスと食べてくれたということで、アングラーズでね今ねシーバスのトーナメントをその時やっていて、で、まあ、写真にね収めて、それで大会でねみんなで競い合おうっていうやつなんですけども、なんだろう、結構ね小さいサイズのね、シーバスしか釣れていなかったので、80を超えてくるシーバスをねほんと釣りたくてありがたい一匹だったなって、そこで活躍してくれたこのタックルっていう
ということで、改めてなんですけども、まあここら辺にね、なんだろう、無駄にこうアワビをいっぱい貼り付けてですね、コーティングしてこうテカ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 ってね、こう光るんですよ。ね、こっちの方にもアワビが配置されていて、テカ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 ってこうグリップのところにもアワビの飾りがあって、で、漢字のねブランクスの方はね、ここでね継いでるんですよね。こうここでね外れるね、ワンアンドハーフみたいな仕様なんですけども、ちょっと見てもらいたいのが、ここですね、富士工業の最新のチタンフレームのですねリバースガイドがついてるんですよね。これなんかちょっと逆って感じに見えませんかね。こっち前の方に2つね足があって、後ろが1本、これがね先端の方までねこうビシッとね、ダブルフットの最新のリバースガイドがついていて、で先端もねチタントルザイトにしたかな、なんで、結構ね重いルアーまで、背負えるんですけども、快適にね、投げられる。これね PE ラインね、1.5 号ぐらいのものに30ポンドリーダーってのをつけてねやってるんですけども、夜のねシーバス釣りで結構ラフに扱ってもですね、一切この絡みがなかったんで、なかなかねこのガイドで組んであるそうってまだねちょっと市販されているものでは少なめなんじゃないかなっていうこと でこのリバースガイドですね、チタントルザイトなんですけども、セットで買うとね結構安く買えるっていうところと、まあこれちょっとまあ実際に使ってみると分かりづらいんですけども、やっぱトルザイトガイドなんで内径がすごいねこう広く取ってあるんで、すごいね糸の抜けがいいんですよね。で絡みが少なくてっていうことで、あとは、初めてねちょっと大きめの魚をかけてみたんですけども、このねこれマグナムクラフトってとこの、ブランクスなんですけども、魚もしっかりかかるんだけど、曲がってほしい時にしっかりとね、曲がって80アップね結構ねうわーって暴れ回ったんですけども、針曲がらずで、あとは右入れとかもせずね、しっかりとね、タモ入れまで、行くことができたんで、これはね魚かけてみて、おブラックバス用に作った竿なんですが、シーバスにいいなと思ってね、なんかねすごいね泳がせやすいし投げやすいしっていうことで、ブラックバスのねワームの内物用にいいんじゃないかなと思ってねこれ作ったところがですね、思わずこうシーバスのボートゲームにいいかな、7フィートぐらいでねちょっと入れたいポイントでもねスーって飛んでいってくれるし、まあ、こういう感じでリールの状態はねめちゃんこいいっていうわけじゃないんですけども、それでもね、しっかりとね、釣ることができたんで、一気にねお気に入りの一本になってしまいました。で実はねこの後もねシーバスね、バタバタとですね釣れてるんですけど、ほとんどね、この竿でね釣れてるんで、またそこら辺はねルアーも含めて紹介していきたいと思います。何にしてもね、アングラーズの方で行われていた、もうねちょっと終わっちゃったんですけども、シーバスのトーナメント、3000人超えのね参加者で非常にね白熱した楽しい大会だったので、その大会の模様をねまとめて、徐々に、アップしていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、自分でこさえたですねこういったベイトロッド、これにねランカーのシーバスが来たぜってこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。